証明すりゃいいんだろ。やってやるよ。おそらく俺たちがいた世界とは違う。みんな気をつけて。次元ってやつもここにいるはずだからね。なんだお前ら。はあ、お前カキ、あいつが次元か。いや違う、ガキども、あいつらだけで行ってどうする気だ。無事に戻ってきてくれ。七代目はどこにいる。そういう釣れねえ態度も相変わらずだな。相手がどんなに強大だろうと決して尻尾を振らない。さあ、おかげはこの中だ。生きてんのか死んでんのか。うれ、残念ながらその封印を解けるのは次元だけだ。七代目のチャクラだ。消えた。ああ見えてずる賢いやつなんだ。くそ、下、何か来る。やろう。大丈夫か。文句があんなら来いよ。威勢がいいのは口だけか。影分身の術。乱戦が。油断してんじゃねえぞ。行け。まともに入ったってばさ。傷が、なんて再生速度なの。ひるむなボルト。オッケー、兄弟。おや、螺旋が。なんだ、体が。何この黒いもや、ボルの忍術か。まで吸収できてたはずなのに。お前のおかげで俺たちの計画に差し迫っていたタイムリミットはなくなったも同然なんだ。平坦突破。ボルト、そんな風ごときでこの古墳は消せねえよ。ライトン、ヘビミカッチ。スイートン、水銀ヘビ。だからなんだ。真の狙いは毒か。器以外のものに用はねえが、邪魔立てするようなら。撤退するよ。分かった。逃げたか。だが依然火影はこちらの手中にある。何逃げてんだてめえは。七代目を見捨てんのか。あの黒いもや、触れると徐々に体の自由がつかなくなる。でもカーマで吸収できなかった。物質は吸収できねえ。それがカーマのルール。そうだ、別の方法かな。カキ、ボルト、ミツキ、体は何ともないの。念のため僕の体内に取り込んでおいたんだ。なんでそんなことを。ボルトとカワキ、二人はウイルスに感染した。動く。つまり奴はウイルスを体内で生成している。とにかく七代目は助けに行かねえとな。その前に、このまま戦っても次はどうなるかわからない。いざという時に揉めないように。え、私、なんでサラダが指揮官なんだよ。いいぜ、賛成だ。それで勝率が少しでも上がるってんならな。俺も乗るってばさ。決まりだね、サラダ隊長。私たち三人にカワキを加えたフォーマンセル。
他の奴らはどうした？モヤが全身に回って身動きできなくなったが。ほんと、はた迷惑な能力。このウイルスをとある村の連中に感染させる。そこで俺がその病気を治してやる。するとそいつらは奇跡が起きたと思い込むわけ。そうして俺を信じた者たちはこんな地獄みてえな世界からおさらばし。何考えてんのよ。ガトン・ラッシーハー。ガトン・豪華系の術。ウイルスを警戒してあくまで距離を取るつもり。俺とお前のカーマが共鳴すれば単純に力が上がる。ガトン・宝剣化の術。スイートン・水神兵器。見失った。そういうことか。上へ逃げるしかねえよな。もう完全に手遅れさ。無駄だ。もはや陰もろくに結べねえよ。外さないよ。この距離ならカトン豪華系の術。抜けるはずがねえ。行くぞ、ラッセンガン。うまくいったみたいだね。ああ、バッチリ効いたぜ、ウイルスの抗体。